皆様こんにちは、メイなんです。ありがとうございます。 So Xavier, we're gonna have a World Dental Show、yep. From this Friday. And、we're planning to have a seminar in booth, right?、Mm-hmm. Yeah, so what can we talk? What can we talk in、well, new stuff, new things? You know? Yeah, we'll try to、introduce to、new maybe customers and new customers,、right.existing customers、mm-hmm. new features of、mm-hmm. Digistel、mm-hmm. to show what we have been developing、okay. over the last months、mm-hmm. and also new features on Ortop、mm-hmm. to see what is going on the orthodontic world and、mm-hmm. new awesome features. Okay, new pictures and yeah, new stuff. Okay, あの先月のですね、今年の7月ですね、新しい、まあ、バージョンアップがあのデジステルとそれからオーサップですね、両方ありまして、まあ、そちらの、まあ、新機能を中心にですね、まあ、あの新しいユーザーさんとか既存の、ね、ユーザー様にも何か新しい、こういう、ね、新しいバージョンが増えたと、いうところをお話しできるんじゃないかなということですので、ぜひユーザーの皆様もそれからちょっと購入を、ね、検討される方もぜひお越しいただければと思います。そこであの質問をね、 So we're going to also have a maybe question and answer corner as usual. All the visitors are always very interested in the complete solution with the scanner, with the software, with the printer. Printers, right. I think you introduced a new printer also, no? Oh, yes. You told me about that. Yes. Good one. Print model for the orthodontic purpose. So it's kind of combination is also.And also, I'd like to share some, you know, I guess the audience is also interested in what's going on in outside of Japan. So maybe what's going on in France, what's going on in Europe. We will be here for 3 days, two days and a half, so all people can come to your booth. What is the booth number? C79. So come to the booth, ask any question you want about the software, about the scanner, about the printer, and we will be delighted to answer you. Definitely, yes. Okay, thank you very much. ですね、まあ、新しい、ね、3D プリンターも紹介する予定ですので、まあね、オーサップとのコンビネーション、どんな感じでできるかというところも含めて、ね、いろいろお話、それから質問のコーナーを設けますので、何か新しいね、今後3日ありますから、たっぷり時間あるよということで、はい。Yeah, it's a new, by the new printer. Good one. Thank you. で、皆さんぜひ C79 ですね。メイナブースへお越しください。Welcome. See you soon. See you soon. Thank you. ではですね、今日の動画では、今週の金曜日からですね、始まりますワールドデンタルショーのご案内をさせていただきたいと思います。今回ですね、すでにちょっとメイランからもしかするとダイレクトメールね、行かれている方もお受け取りになっている方もいらっしゃるかもしれませんが、こういう形でですね、案内の方を皆さんも出させていただいております。じゃあこれねちょっと画面の方に貼っておきますんで、はい、ですね、今回目玉を5つご用意させていただきました。1つ目がですね、パラですね。今回ですね、ちょっとまだあの販売は少し先なんですけれども、 3D プリンターの樹脂で、いわゆるリンス、今まで通常 3D プリンターというリンサイン系埋没じゃないとダメと言われておりましたけれども、これをなんとかね、クリバラでやりたいということで、クリストバライトのでまあできるですね、プリンター樹脂というのを今販売予定しております。でこちらのご紹介をさせていただく、これが1つ目の目玉ですね。で2つ目としてですね、2つ目と3つ目として 3D プリンターを2つ新しく出します。これはですね、まあ、やはりちょっとその 3D プリンターの用途っていうのが、まあ、非常にこう用途に寄せてですね、合わせていろんな価格帯のものが選べる時代にはちょっと来たのかなと思っていまして、まあ、いわゆる多少ですね、精度を荒くても模型を早く安くやりたいというモデルと、デンチャー等ですね、やっぱり精度を求めつつもコストパフォーマンスの高いモデル、そして、まあ、当社が今販売している足釜アクセスですね、これ最高クラスになります。この3つでですね、を、まあ、今回すべて展示を予定します。はい、で目玉の4としてはこちらですね、オトフラッシュ G171 というですね、3D プリンターというと、結構あの二次重合ね、模型とかもそうなんですけど、今航空内にあるですね、トレイとか、それからサージカルガイドとかですね、実は二重合層ってあんまり良くないんですね。表面にどうしてもこう重合してない層があると、それが航空内で溶けるとですね、これは体によくありませんので、必ず未重合層は処理をしっかりしていただく必要があるんですけれども、もうこれを光重合で確実にかつ早くですねやるということで、
これ別の動画でもすでに出しております。見た方もいらっしゃるかもしれませんが、オトフラッシュ G171 ですね。こちらをぜひ、展示したいと思ってます。はい、で最後ですね、今回ちょっと名難でですね、セミナーじゃねえや、セールを予定してますので、ワールデンタルショー記念セールですね。で特にですね、機械物中心に出します今回で、かつ今回ですね、いわゆる展示品卸ですね、出物をたくさんご用意しますので、こちらもチラシをですね、たくさんご用意しますので、取りに来ていただければというふうに思っております。はい、で、あとブース内セミナーですね、これも予定をしております。ちょっとここ貼っておきますね。はい、今回ですね、3つセミナーを用意します。まあ比較的カジュアルなセミナーになると思うんですけれども、さあとですね、登場いただくザビエルさんに、オースアップ、それからデジステルの最新バージョンですね、こちらのデモンストレーションしてもらおうと思っているのは一つあります。はい、それから2つ目としてですね、さっきの、ね、目玉の1にありました低価格の、さっきちょっと言わせましたね、最初の目玉1っていうのは、さっきの樹脂もそうなんですけども、クラウンブリッジを安くコストパフォーマンスの高い状態でやっていただきたいということから、スキャナーですね、これもキャド付きで安いの今回展示します。でその新しいですね、メーカーさんが今回来ていただいてますので、一緒にデモンストレーションをちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。はい、まあ、これはこの、まあ、ドラゴンさんですね。はい、で3つ目は私がやらせていただく形で、まあ、けど私の30分というのは今回ね、マルチキャスト UV という、まあ、プリンター樹脂ですとか、それが新しいですね、まあ、使い分けですよね、どういう用途にどのプリンターを使うのがいいのかというお話をさせていただきます。結構 3D プリンターですね、今いろんな高いのから安いの出てますけれども、意外となんで違うのかとか、どういう精度の違いなのかって意外と、迷われる方もいらっしゃると思いますので、この辺をお話しできればなというふうに思っております。はい、ではぜひですね、ワールデンタルショー名難ブース C-79 です。ぜひお越しください。With the main M. Yeah. You know. How you do it? Could you do just for me? Yeah. You know. Yeah. Like this. 3, 2, 1.